どうも、あやかんぼチャンネルへお帰りなさいませ。今日はね、ちょっとショックな雑談ただの雑談ですけど、前にさ、レーザーでイボを取りましたっていう動画を上げたと思います。そっから約2ヶ月経ったんですね。2ヶ月経って、どうかってところなんですけど、ちょっと私経験したことないことを経験してて、いやでも前もそうだったんだよな。これなんか調べたら出てきそうだけど、そういう案件なんかね、とりあえず白いイボみたいな、なんか脂肪の塊なのかな、イボなのかな、なんかはっきり分かんなかったけど、イボって言ってた気がするんだけど、イボってなんか種類がいっぱいあるんですって。その美容外科で撮ったんですけど、でこれちょっと赤いのまだ残ってるんですけど、茶色く見えますけど、どっちかって言って赤いんですね、すっぴんだと。でここはもう完全に消え去って、これは OK、 最高、撮ってよかったって感じ。でもめっちゃ痛かったけど鼻の周りめっちゃ痛いけど、でこれも綺麗に撮れて、これもここは陣中があって、この隆起があるところだから、あんまり意味がないかもしれないけど、やるって聞かれたんですよ。なんか3つで9800円みたいな値段だったと思うのね。で、ポイント使って3つで7000何ぼで取ったんですけど、ここはあんまりその効果がないかもしれないから、その痛い思いだけして、結局意味なかったっていうパターンもあるけど、いいって言われて、それでも他にイボなかったから、ここの3つしかイボなかったから、3つしかって3つあると多い方なのかもしれないけど、とりあえずもう他に取りたいのがなかったから、まあいいやと思って、このまま置いててもずっとぷくってした状態だし、ここはイボではなかったんだけど、ほくろを取った後でほくろは消えたんだけど、白い状態、ほくろの色素が抜けた状態でどんどん育ってきてぷくってなってたみたいな感じなんですね。ちょっと表現が難しいんですけどね。でそれでもぷくってなってるし、気になんないっちゃなんないんだけど、多分めっちゃこう近くで見ないと分かんないレベルなんだけど、まあいいやと思って、撮ってもらって、でちょっとマシになったかな、意味ないではなくて、ちょっとぷく取れたかなみたいな感じで、やってよかったかなっていう感じだったんですね。ここのこの子、なんか鼻周りは結構皮膚薄いし、ここはデコボコしてるし、難易度高いというか、やる方もやられる方もなんかちょっと気が、なんていうのかな、神経使う場所なんだなっていうのは分かったんですけど、ここは完全に取れて、プクが、あとはこのなんかシミみたいになっちゃってるのが、なんか本当に引くんだろうかみたいな。でももともとここにシミがあるから、この色ではないんですけど、ベージュみたいな、だからそれも相まって余計目立つのかもしれないんですけど、なかなかその一応コンシーラーで隠すんだけど隠せないみたいな。どうしても赤いから、赤いのってなかなか消えないじゃない。なんかいいコンシーラーありますかね。今ミシャのコンシーラーじゃないわ、ザセムのコンシーラー使ってるんですけど、780円ぐらいの、あんまりこれぐらい大きいとちょっとさすがに消えないんですよね。なんか舞台用メイクとかだったら消えるのかな。その部分的にであれば、そういう舞台用でもいいから、濃いやつでもいいから、せっかく撮ったしね、ない方が美しいかなとは思うんですね。で今日の本題はそこじゃなくて、ここなの。ね、さっき言ったのはほくろがあって、でこのほくろはこうプクーンって育っていくなって分かったから、その面積だけ広がるんじゃなくて立体的なほくろになるっていうのが読めたから、めっちゃ前に、ほんと何年も前に撮ったんですね、ほくろをレーザーで。で無事撮れたん、その時すごい綺麗に撮れてたんだけど、その時にも言われたのが、ほくろ撮れても結局また再発する可能性はあるほくろだよみたいな感じで言われて、仕方ないじゃん、それはもう5000円ぐらいで撮ったし、はーいとか言って、で、今になってそのほくろは撮れたんだけど、プクだけが育ってる状態だって、で今回はそれをまたレーザーで焼いて、ちょっとそのデコボコを平らにしてもらったみたいな感じで、いい感じだったんですよ、1ヶ月ぐらいは。でね、1ヶ月前ぐらいにふとね、パッて鏡見たらね、
ほくろができてるのよ、そのぷくってなってた場所に。どういうこと？しかもね、育ち方が結構半端なく早くて、わかるかな、これ黒いよね、まあ、まだちっちゃいですけど、でも育ち方が早いから、このままじゃまたぷくほくろが、え、これなんかイタチごっこじゃないと思って。レーザーってそういうのあるのかな、わかんないんだけど、いや完全にね、ぷくほくろではないんだけど、今回ほくろ自体は平らなほくろなんですけど、そのぷくが、ぷくがあったであろう場所に平らなほくろが急に出現してきたんですよね。いやほんまにショックやわ、何回取るみたいな、もう何回目、次こう痛いんですよ、ここほんまに痛い、あの自分が我慢してもなんかもう生理現象で涙出てくるみたいな痛さ、あー痛いみたいな、だからもう嫌なんですよね、ここ触んの。こことかは全然我慢できるっていうか、まあ痛いな痛いな、なんだろう、ここは痛みたいな、だからもうやりたくないんですけど、明らかにこのほくろ育ってるんですね。だからまあ自分が思ってたよりっていうんですかね、根深かったのかな、元が出てなかっただけでね、表面に現れなかっただけで、でレーザーしたことによってその刺激で出てきたのかなって、個人的に知識のない頭ではそう思ってるんですけど、どうなんですかね、こんなことあるんですね、レーザー治療したのに再発するって、その場所が明らかそのレーザーに反応してる気がするんですよね、私的に。でそれだけじゃないの、もう一個あってちょっと特殊なんですけど、ここに青いあざがあったんですよ、もともと。でそれを大人になってから取ったんですね、それは手術で、しかも2回に分けて、大きすぎるから取って、まあなくなったんですよ、綺麗ではないんだけど、その青いあざは完全になくなったし、再発もないし、あのなんていうのかな、なんて言ったんだろう、傷跡は残ってるんだけど無事取れて、あ早く取っとけばよかったなぐらいに思ったわけですよ、すごい痛かったけど、手術だったからえぐるような痛み、レーザーとこうほじくり返すっていうか、うーん、ちょっと本当にすごいな先生って思った、手術とかする先生本当すごいなと思う、感覚が、その一般人の感覚じゃないんだろうね。でまあ無事に終わったんだけど、それがある程度傷が、 それもそうだから一緒なんです、今回のこれと、この傷がある程度収まった、やった、だいぶ綺麗になってきた、傷跡も少しずつだけど薄くなってきた、イエーイとか思ってたら、これね、これも青いんです、ちょっとほくろかもしれないけど、ほくろにしてはちょっと青いよねみたいな、もうさ、なんなんだろう、やっぱりなんか取ったら、もともとあるものを取ると、なんかそういうなんていうの、反復作用みたいな、なんかわかんないけどなんか起きるのかなってちょっと思ったんだよね。こっち取って綺麗になりかけた瞬間、傷跡がだいぶ良くなった瞬間にここが出現するって、まあ、場所の因果関係はわかんないけど、なんかあるんじゃないって思うんですけど、そういう経験ある人いませんかね。取ったのに違うところに同じのが出てくるみたいな、まあこれはね、成長がかなり止まってる、ちょっと腕毛が止まってるけど、でもまあぷくっとしてるし、これもなんかそういうのができやすい体質っていうのはわかるんだけど、なぜ違う場所にできるっていう、これはほくろなのかな、なんかすっごいねでかいんですよね、ポツンって。普段何にも気にしてないから忘れてるんですけど、色があの黒じゃなくて茶色、ほくろって大体茶色じゃない、紫外線から出てきたほくろって茶色が多くない、これはねネイビーみたいな、青みたいな、もともと私が腕に生まれつき持ってたあざの色が出てきてて、ちょっとよくわかんないんですよね。でこれ取るってなったらさ、おっきいので、でまたこれ取ったらどっかにできるんじゃないかっていう恐怖があるんですよ。でこれ取ってどっかにできたその先が顔だったら嫌だなって思って、だからもう取ってないんですよ、別に気にしないし。ただ顔はほらなんかさ、
なるべく平らがいいじゃないですか。化粧するときやりにくいから、ちょっとのシミとかちょっとのほくろは全く気にしないんですけど、こことかほくろあるしね、結構なんか星みたいで可愛いって一人自分で思ってるんですけども、愛着湧きすぎて、若い時からあるから、子供の時からもうなんか星座みたいで可愛いと思ってるんですけど、まあそれぐらいいいんですよ。ただデコボコが嫌なので、なんかできやすい、なんか体質あるんでしょうね、わかんないけど、こういうのって食べてるものとか関係するんですかね。やだわ。なんかシミとかはさ、紫外線防ごうと思うけど、イボって何なんだろうなと思って、イボとかアザとかはね、なんかやだね。はい、そういう話です。だから失敗、その病院は悪くないと思う。病院は仕事してくれたと思うので、感謝してるんですよ。もうここ取りたかったからめっちゃ嬉しいし、だけどその人間の自分の体質として、なんか繰り返しちゃう体質とかあるのかなと思って、それだったらレーザーする意味ないなっていう話です。ずっとやり続けなきゃいけないじゃんみたいなね。なんかちょっと特殊なのかもしれない。動画とか探してもそういうのあんま 見かけなかったので、同じ場所にそのレーザーしたらすぐ反応してまた出てきたみたいな経緯はなかったので、ちょっとなんか知ってる方がいたら、詳しい方がいたらぜひ教えてください。ショックって話でした。まあなんか今時みんなほら、お肌、特にお顔はケアとか病院とか行く人多いと思うので、美容外科とか詳しい人いるかなと思って、悲しい。本当にやる意味ね、その痛いっていうその経験とお金の意味を考えた時に、やっぱなるべく最小限にしとかないとこういうことが生まれるから、あれどこだ、これか、ちょっと気をつけた方がいいなっていう、まあ注意喚起も込めて、はい、私だけかもしれないですけどね。はい、ということで今日はそれだけでございます。さよならー。